し赤崎栗原です。赤星マシマシ TV 発信よろしです。よいしょということで、お久しぶりで、どっちもどっち栗原さん、お久しぶりです。元東京に、ルールの、はい、メインやのぞみということでね、はい、見ていきましょう。御徒町のね、うん、駅から3分ということで、これ全員行ってるんだよね、この3人ね。全員行ってね、ね、うん、行ったことあります。まあ、立地的にはこの中本や哲也、青葉などがある激戦区にあるんですけども、うん、そうですね、下にね、ね、ただここ2年前にリニューアルした時ということで、うん、100円の時に全員行ったんだよね。そうですね、なんせ貧乏人だからね。これは行くしかないですね。まあ、よだれ垂らして行っちゃったね。行っちゃったよね、それはね。でもその時は僕はラーメン選択してるんですけれども、うん、はい、まずは食券をちょっと見させてください、はいね、と言いつつ食券はねうまく取れなかったんで、外看板だけども、はい、なるほど、はい、ラーメン、辛ネギ、キムチラーメン、味噌ラーメン、つけ麺、油そば、豊富です。あ、いろいろあるんですね。いろいろあります。うん、で、先ほど言ったように今回はラーメンではなく油そばの、豚入り、まあ、これを今回は選択しているんですが、はい、どんなラーメンなんですかね。なるほど、油そば食べなかったですね、当時。あ、いや、まあまあまあ、ね、うん、確かにね。うん、着目こちらです。見た目もラーメンだけど多すぎて。あ、まあ確かに。いや、汁が入ってないってことだ、ね。まあ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 、それは後ほど触れていきますけども。あ、なるほど。まあ、とりあえずね、マシマシの上のトリプルまで可能というお店でございまして、以前は油ブロックっていうコールや、はい、唐辛子の選択があった、こんな感じだったんですけど、前回今はね、ちょ書いてなかったんだよね、紙に。じゃなくなった可能性もある。そう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 、あります。ということで食べるんですね、これを。ね、いや、それはね、食べるんですよ。まあまあ、鑑賞には行ってないですけど、上野は近いけど、確かに。豚がね、ちょっとやや小さめですけども、うん、引き締まりとホロが結構入ってる、ギチホロ豚で。なるほどね、まあ、いろんな種類の食べやすそうですね、うん、あ、ちょっと一口でいけるというのいいところ、ね、でも野菜もね、これすごく短いので、うん、一気にすくえないっていうのもあるんですけども、うん、女性や小食の方にも非常にいいのかな、ね、こちらも食べやすい。そうそう、ちょっとずつ食べれるし、口が小さい方も、あ、そうね、お口が小さい方も、コンパクトな方も、永遠にね、この永遠にこの トリプルなんで、細かい油とか辛みでスーッと食べられるんで、終わりはありますけどね。あるかな、終わりはありますかね。気づいたら辛いなって、未だに食ってるって可能性もありますから、声取ってる、実はね、そういう可能性ありますけども、卓上返しでね、この油醤油というのを作ってぜひ食べてほしい。手作りでね。そう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 、やっぱりこの醤油のしょっぱさとコテコテが合わさっているうまさってやっぱすごいですからね。やっと麺が出てきた。あ、そう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 、究極的に太いコテコテ麺、うん、よいしょ、ちょっと長めに見せましたけど、なんと丼の底にですね、ごま油あえてあるんです。おー、うまそう。もう引き上げた時の匂いが良くてこう止めちゃったんだよ。上からの、下からのごま油、ダブルオイリー、背脂とね、ごま油、そうそうそう、2つの油が楽しめる。上から、あ、まあ、やばい、出ないからです。ニンニクをレンゲでね、これすくったニンニク、これ全部じゃないですか。ニンニク量としてはすごかったんですよ。まあ、トリプルだから相当入ってる。そう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 、ニンニク自体の粒はちっちゃいんですけども、辛さは結構強かったんですよ。あ、なるほど。なんかそのイメージありますね。ね、それは。そしてこのスープね、あれものすごい粘度、これ汁なしですけどあるんですよね。なるほどね。で、まあ、乳化度もすごかった。いや、乳化すごいじゃん。沼だよ、まあ、美味しい沼、美味しい沼、馬沼、馬沼、馬、ね、沼、馬沼です。うまい沼、うまい沼。で、あ、なんですか、角缶を、はい、角缶かもしれないけど、角缶、ね、入れていきましたけど、ごま油とやっぱ胡椒の組み合わせ、スタミナつきますね、やっぱり。スタミナつきますね。ニンニクでね、まずね、そもそも、まあまあまあ、そうだね、言ってる間に、あ、やっさんです。いや、素晴らしいよね、これね、ドロドロですね。別の調味料何か入れてる、隠し味入れてるかもしれないけど、この入荷度はなかなか見ない。マシマシレベル89.3ということで、トリプルで、はい、89.3、トリプルなんだけども、まあ、いわゆる超絶なマシマシではないという。なるほど、なるほどね。また人選ばないお店だ。まあ、そうですね、まあ、容量をよく食べられるお店かもしれない。なるほど、なるほど。メイヤーときみさんというのがあるんですけども、はい、意外と激戦区だからね、やっぱり見逃さないでほしい、皆さん、御徒町は。なるほどね。なんか上野で降りがちじゃん、まあまあ、まあまあ、するってなって、なんつって食べに行ったりします。あえて御徒町に、御徒町に、それはもう、そこはやっぱり望みってことで。いや、そうですね、次久々に行ってみたいと思います。ちゅうわけで、ウグイ
イスダニ帰りに行ってもいいかもしれない。クイスダニに行くの全然話してる。クイスダニ全然何しに行くの。全然上の前後ね、前後ね、歩いてるとついちゃったりしますからね。界隈はそうね、そうだ、界隈の話が続くな。まあ皆さんもあなたに言った時は、はい、ね、よろしくお願いします。はい、ゴチ、うい。